今日は FIFA ワールドカップカタール2022について振り返っていきたいと思います。3位決定戦ありまして、まず今日の0時に決勝戦も行われていました。もうどちらも見ましたか？3決も、はい、モロッコ対コロシア、ね、ちょっとこの土日ね、睡眠不足という方々多いと思いましたけれども、優勝国いよいよこう決まりまして、アルゼンチン対フランスの結果がアルゼンチン勝利、36年ぶり3回目の優勝を果たしました。いや、時間が短かった、うん、あ、そうですか、あっという間のみたいな、延長にはなりましたけどね、PK まで行って、もう何から何まで、ただね、さっきも言ったけれども、はい、中村さんが先週、はい、この場で、はい、バスケットは3連勝、はい、ファイナルはアルゼンチン、フランス、話した通りだったから。そうですね。アルゼンチン優勝するって言ってましたからね。私メッシって、メッシ、メッシって言ってましたもんね。どうやってそういうの？エルバーベマでもすごい。ね、このスーパースターは、ね、いやだから前半見ててまさかこういう結果になると思わなかったですよね。PK まで行くと思わなかったですもんね。そうね、前半の戦い、あの2点入った時点で決まりだっていうな、はい、本当だな。そんなあれだった。このレベルはな、もう、もう普通はな、それがアルゼンチンかなと思ったけど、もう誰に聞いてもね、興奮するわ。はい、あのメッシの得点、PK、うん、それからメッシ点にした2点目、あんなのについたら、どうしてこんなふうかと思うよ。本当な、うん、本当にすごい。そして後半戦始まっても、はい、あのアルゼンチンのペースでどん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 、あそこからだよ、あそこから考えられない、あの、エムバペが後半2点入れて、すごいよな。そして延長戦でもう一回エムバペ入れてハットトリックですからね。そうな、ワールドカップの決勝戦でハットトリックですよ。あのエムバペの2点目なんか止まってボールそばからポンとやって、はい蹴りなさいって、あんなんだ、あれがあのスピードが入ってきてやれるんだから。しかもやっぱりメリハリなんだ、ね、スピードの強弱なんだ、ね、それ幅なんだ、そういうのよな、バスケットにもな、キャッ一瞬ね、それね、呼吸をね、俺それこそノッコがな、世界最大級行くじゃないですか、ヨーロッパみんな大きいわけ、ゴール下でな、156よりないんだ、こうやってボールも58か、それで持ってくと、あっと打てるわけよ、なんだったら相手が呼吸を吐いた時飛ぶといいってわけよ。いつ吐くか分かんないよな。だからこうゴール下でキャッと持って、相手が大きいと、あのね、呼吸を吐いた時は飛べないっていうんだな。だからふっとこうやって周りを見て、相手ふっと顔を見てな、それであそこでやめるってか、こうキャッといくとうまくいくんだ。へえ、な、呼吸で本の時分からないんだって。でも間合いなんだ、間合い。それ奥さんの話やもんな。はいはいはい、奥さんはそのチームでやったそう、間合いなんだ、間合いな。だからメリハリ、あ、同じなんだ、ロッカーモーションってこう蹴って、な、止まったフリース左右に振る、いやいや、いい、メッシーはちょっと連れてきたいなあ、バスケ界に、ね、そう、もうね、最高だと、あのメッシー止まったフリース、それが自然の中で出てるな、そう。だからもう、いや、身長見たってなんか日本人が、うん、俺サッカーはいいわけよ180あるともう大きい、バスケットが180かって、そうそうです、ね、90あると初めて、ああちょっといいかなって、なあ、するとサッカーもな、バスケット振り出そうなあ、だから高さもゴールだ、高さだから、だから富樫勇樹早くもうサッカー行け、サッカー行けって言ってた、サッカー行って稼げんですもうね、いやー、サッカーはでもやっぱ面白いな、面白いな。あの延長戦入ってからですよ、はい、あのメッシボール持って預けて、あそこへ入ってて、あれ、いいね、その通り、
あそこに どうしているかっていうぐらいのところに入ってくるんだよ。それしかワンタッチがいない、やっぱりな、あのドリブルしないってな、うん、俺はもうバスケットもドリブルはな、うん、薬にも毒にもなるってわけ、うん、お前のは毒だって言ってるわけもうな、いい状態で使うといいわけよ、ここっていう時にな、そういうのがやっぱりな、ピャッパッとこう綺麗だもんな、ワンタッチでこうデッタッタッとな、そうすごい、あれタッチして止めたら体験上もう相手に来るって分かってるから、あんな感じになってるんだよな、あれほんとそうな、足の内側と外側うまく使えるもんなあれバスケットボール持ってやっぱそうなんだ、ピアノ俺はやったことないけど、こういう感じなんだよ、こうはダメだ、こうやってると、ちょっとね、そう、それでこれでこう、ここで操作するあの手首でな、こう指でな、指でこう、指で操作するんですボールを、そうそう、ボールをな、指で操作するんですよね、だからそう、だからサッカーの、いや、サッカーでよかったな今、サッカー熱すごいですもんね、中村さんの中でのすごい、もうねあれ撮ってからね、まあ、撮ったでしょ、その後また M1 のあれでしょ、そう、そうそう、ね、持ってきてあそこからシュッと打ってあのディフェンダーハンド取って、はい、ね、はい、うんうん、はいはい、そうでしたね、で自分でまた蹴って決めてるでしょ、あれもすごいよな、うん、よくああいうことがね、それあれもう後半戦になって1点取ったらあと時間ない時はもうこれで決まりかと思ったよ、思うな、うん、やっぱなんかその諦めないみたいなところもすごく感動しましたし、本当ドラマでしたね、エムバペでもね、得点をなって、うん、もらいに行ってニコリともしないでな、もうあれがいい、うん、俺あれな、うん、やっぱりね団体競技なの、うん、自分のあれはどうでもいいのよな、もう現れてるのよ、負けたからね、うん、まあ、チームは、うん、そう、チーム負けたからな、個人ではそういうありがたい賞をもらったけれども、うん、っていうところですね、メッシだってあのブラジル大会の時、うん、負けた時、うん、得点王、はいはい、あ、そうか、はいはい、そう、得点王で優秀選手、優秀選手、うんうん、しみんなそういう悔しさまたぶつかってて、いやー悔しいな、うん、サッカー熱があのね、何の悔しいだったんですか、今富樫勇樹とか川村勇樹がああいうのがね、バスケットやらないサッカーやられたら困るのよ、あ、そうですね、俺はそれを阻止したくないっていうね、でもな、あれやりたくなるな、あの一人いたよ、なんかあの小学生であのものすごくあのボールハンドが良くて、それがねなんかスペイン語を勉強してスペイン行くんだって、それで独学でスペイン語で、え、小学生で、小学生か、それでなんかジュニアなんとかってあるんだと、うん、あのメッシも行ったんだよ、はい、ああいうのはあるって、いやーしかしああいうの見るとないやー本当時代は変わるな、サッカー少年増えますね、うん、このワールドカップの影響で、ね、いやダメ、阻止する阻止する、冬はできないぞ、冬は秋田は無理だぞあとね、あの PK 戦入ったんですよ ね、はい、もう今回のワールドカップかなり PK 戦多かったですもんね、あれ、うんと4人目、はい、4人目、はい、アルゼンチン、アルゼンチンの4人目、うん、決めて、あとこれが決めれば入る、うん、あの選手はね、あさっき MMA やったハンドな、ハンドやった選手なんです、それはすごいな、あ、もうすごいプレッシャーかかったのと思うよこれで外したらって、そうそう、お前の反応でビュッとそうなるんだよ、うん、それを決めてね、おめでとうという言い方ね、すごい、ね、ドラマだ、本当に、あとね、これはファイナルの話なんだけども、3位決定戦あったでしょ、はい、クロアチア対モロッコ、クロアチアはね、6回出てるんですよ、6回ワールドカップに、ワールドカップに、へー、あ、もう言えます、それからあの独立した形ですね、はいはい、あれで、うん、98年の年に3位になってるんですよ、でこの前が2位で今回3位でしょ、はい、クロアチアとして出たのは6回なんですよ、へえ、すごいな、6回のうちの3回でしょ、しかもあそこほらあの非常に民族のいろんなことがある、あそこの国自体小さいんですよ、
450万ぐらいですよ。そこから6回で参加ですから、すごいなと思うね。だから、いや、スポーツはいいな。うん、俺も本当高校の時に勉強やめてよかった。勉強もスポーツも頑張りました。でも自分でそう言うけどもすごい。いやいや、本当にね、あのね、そう。さ遊んでて中高入って、いや遊んでて本当にね、いや、よかった。やってるんですよ。やることはやってるんですだからさ、ね、やってない風に見せてやってる。すごいと思う。そういう作詞です。はい。いつもね、カバーしない、ね、カバーしない。あのワールドカップ本当にもう大盛り上がりで。最高だったな。ね、もうかなり今回ので見てる人も多いです。4年に1回っていうのがいいな。そう、うん、また来年見たいじゃん。そうね、やっぱりこれがいい。長いですね。あ、そうな、うんうん、まあ、4年後また新たなスターが日本から出てるかもしれないし、うん、今回のメンバーがまたさらに成長して活躍してくれるかもしれないし、うん、またそういうところを、ね、予想しながらこの4年間楽しむっていうのもね、いいと思いますので、もう日本代表の皆さんも、そしてワールドカップに出た皆さんもお疲れ様でした。週末でした。以上、緒方貴史のサッカーニュースの時間でした。